さあ行きますか。気合揺れて師団を上がりに結びの亀です。師団は229段ですね。ああ気力体力がないから、ああ疲れた。先を急ぎましょう。やばい、足がプルプルだ。頑張りましょう。あ、冬桜がある。死ぬのも19段です。もう一息です。着きました。頑張ったね。織姫神社に行くまでの録画失敗してました。今回ツーリングの様子というより初詣スポットの紹介になってるかもです。いやー、足利織姫神社綺麗でしたね。織姫神社の下にね、すぐ八雲神社っていうのがあるんですけど、そちらの方はね、あまりお参りをしている人がいつも行っても見かけないんで、まあ、今日はねちょっと行ってみようと思ってお参りしてきました。これで本日初詣巡り2社目です。まあ初詣はねはしごしない方がいいっていう人もいるんですけど、まあ僕は全然気にしないんで、あともう一軒ですね、鹿賀の有名なところ、今度はお寺です。万那寺行っていきたいと思います。まあ足利市のね住居跡に建てられたと言われるところですね。万那寺もね、結構頻繁に行くんですけどね、実は好きなお寺で、ここは車がとか走れるのかな？一応標識はないんだけどな。切っていいのかな？ここ石畳の道でね、結構いいんですよね。バーンと正面に万那寺があって。足利市の人が見てたらちょっと教えてください。ここは走っていいんですか？左にあるのはですね、日本で最初の学校と言われてる足利学校です。このね、昔風のというか昔の建物ですけどね、昔風の建物がいいですよね。危ない、危うく信号無視をするとこでした。左に気を取られてました。この万那寺ね、お堀があるんですよね。これが素晴らしいですね。いますね、やっぱりね。さすが初詣。やっぱりね、昔足利氏が住んでいた場所ということで、やっぱり堀が巡らされてたんでしょうね。個人の見解です。あ、今日もやっぱり並んでますね。
周してきました。僕一周が好きなんで、バンナジ一周。1月3日です。やっぱり並んでるな。やっぱここも並んでんな。足利織姫神社以上に並んでんな。いただきます。鹿がシューマイは何も入ってません。ポテト入り焼きそばです。ふかしたウニもが入ってます。ですね、バンナジ久しぶりに行きましたけど、いつ行ってもいいですね。まあこれで足利市のはしご初詣ツーリング終了でございます。いや足利市はね、こう歴史的なものもいいのがあるし、そして山もあって林道もあって、なかなか素晴らしい街ですよね。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。動画は面白くなかったけど、足利市は面白いよ。にゃんにゃん、ただいま。